今回は煮干しラーメンの作り方をご紹介します。煮干しはマダイや鮭と同様、単独で完成されたスープを作ることができます。まずは下処理から始めます。煮干しラーメンの専門店の中には、綿を取らずに出汁を取っている店がそれなりに多いと思いますが、綿を取らなかった場合はかなり苦味のあるスープになります。この腹の中に入っている黒い綿を取り除くことで、苦味や臭みのない美味しいスープが出来上がります。綿の取り方には2種類あり、頭を取った後に背中から2つに割り、蝶の羽のように開いて黒い部分を取り除く方法と、同じく頭を取った後に身を2枚に開かないで腹のあたりを身ごと取り除いてしまう方法があります。後者の簡易的な方法の場合だと、綿を完全に取り除くことができないのと、身が多少無駄になってしまうので、どちらかというと背中から2つに割って取り除く方法の方がいいと思います。取った頭を捨ててしまうように書いてある本が多いと思いますが、美味しいので捨てる必要はありません。頭にしても腹の黒い部分にしても、実際に食べてみると自分が作っている味が分かって面白いです。綿を取り終えたので水をたっぷり入れて冷蔵庫で一晩置いておきます。このような作業をする時の容器は丸い形だと無駄にかさばるので、なるべく四角い形をしたものを使うのがいいと思います。翌日まで水につけておくと、それだけですでにとても美味しい出汁が出ているのですが、さらに圧力をかけて旨味を出し切ります。アクをしっかり取り除くために、水からゆっくり火をかけていき、アクがかなり出てきたところで全て取り除きます。アクを取り終えたので40分圧力をかけます。私の場合、圧力鍋を使うときは空炊きを防止するために IH 調理器のタイマー機能を必ず使うようにしています。圧力をかけ終えたら、シノアにリードペーパーをかぶせて煮干しの出汁をこします。私の場合、煮干しの出汁を取ったときには出がらしの煮干しを1個食べてみることにしています。1個食べてみて、どの程度旨味が残っているかを確認すると、今回どの程度の出汁が出たのかをある程度正確に知ることができます。煮干しの出汁はとろみがないので、目が細かいリードペーパーを使ってもすんなりこすことができると思いますが、もし出汁がなかなか落ちないようであれば、ガーゼを使ってこしてもいいと思います。煮干しの出汁をシノワし終えたら、煮干しの出汁殻を油と一緒に加熱し、出汁殻に残った旨味や香りを油に移していきます。日本料理では出汁を取るときに油を使わないので、このように油を使って出した旨味と組み合わせることで、和風出汁とは違うラーメンらしい雰囲気になります。米油を 100cc ほど入れて加熱すると、煮干しに含まれている水分がどんどん沸騰して蒸発していきます。水分がなくなったら、煮干しの温度が100度以上に上がっていきますので、そこからは煮干しが焦げないように気を使いながら火をかけていきます。5分から10分程度火をかけたら、煮干しをガーゼでくるんで含まれている油を絞り出します。最近私が使っているガーゼは自由に使える巻きガーゼという商品で、料理にガーゼを使う場合にはこのようなロールタイプが便利だと思います。ガーゼにはかなり強度があるので、絞っても破れることはないと思いますが、なるべく全体に力がかかるように絞るといいと思います。絞ると手に油がたくさんつくので、絞り終えた時に手を拭くペーパータオルをそばに置いておくといいと思います。最後に煮干し出汁の塩味を塩で決めます。塩は手で入れると分量のばらつきが多くなってしまい、さじで入れると溶けきるのに時間がかかるので、私の場合は赤キャップのこの容器に塩を詰め替えて使うようにしています。一定のスピードで塩がばらけて出る容器であれば、どんな容器でも構いません。最後に薄口醤油をほんの少しだけ入れます。例えば1リットルの出汁に対して薄口醤油を小さじ1杯入れるだけで、劇的に味が丸くなります。
今回は煮干しだしのラーメンスープの作り方を紹介しました。煮干しで普通にだしを取った後にだし殻を使って作った煮干し油を加えることで和風だしと全く違うラーメンスープが出来上がるところが今回の面白いところだと思います。今回のラーメンの麺には豚骨ラーメンに使われる細いストレート麺が合うのでそれを使いました。煮干しを1袋使って出汁を取るというのはあまり経験のない方も多いでしょうし、それらの煮干しの一つ一つから綿を取り除くというのはかなり手間のかかる作業ではありますが、煮干しラーメンを外食で食べるよりもずっと安く作れる上に、外食で提供されるラーメンよりもずっと美味しいラーメンが出来上がります。使い切らなかった煮干しの出汁はうどんの汁やお吸い物として使うこともできるので、ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。